あの、薬草師のミルラと言います。このコードネームは、ケルシー先生。我が主の盟友よ。あなたにヒーラの祝福を。俺はシルバーアッシュ様。こんにちは。マースと呼んでください。あの、薬草師のミルラと言います。このコードネームは、ケルシー先プリムと申します。以前は、ラテラーの護衛隊に所属しておりました。よっ！人を見る目があるな、ボス！世界で一番強い地下剣と。はじめまして。あなたがドクター？私は天人家。ドゥリン族の天人家だよ。ここな。我が主の盟友よ。あなたにヒーラの祝福を。俺は私はサリア元ライン戦しました。どうしたの？顔をそんなに赤くして。はじめまして。あなたがドクター？私は天人家。ドゥリン族の天人家だよ。ここなら。私はフェ、槍使いです。新米チームの隊長もしています。はいはい、ですよ。あんたがドクターだよな。会えて嬉しいぜ。俺はアってんだ。そう、アーのアだ。事務所がロドスに用があるって言うんで来たのさ。一応確認しとくけど、医療事故って聞いてピリピリする方か？はじめまして、ドクター君。私はパフューマーのラン。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれませんか？あの、薬草師のミルラと言います。このコードネームはケルシー先生。はじめまして。ロープって呼んで。ああ、これ君の。あれれ、ここはケレ、ボリバル国民警備隊教官ドーベルマンだ。早速だが担当着入に行こう。医療オペレーターのスツーロです。ドクターは各方面に精通していて。行動予備隊 A6 のポプカルです。あの A6 のみんな。ラバ術師だ。暇でしょうがなかったから、なんとなくここに来たってわけな。あんたがドクターだよな。会えて嬉しいぜ。俺は会ってんだ。
士見習いのハイビスカスです。みんなからはハイビスって呼ばれてます。今日からドクターとロドスの皆さん、アルカナの導きによりようやくお主とわらわの運命が交わ。フロストリーフ、傭兵をやっていたが今はお前に命を預ける。命令と。誰か、御社のスタッフからここでいい暮らしができるって聞いたんだけどさ。寝食はただ、遊びも充実してるって。ん？関係者以外立ち入り禁止？んなこと言うなよ。少しは私の顔を立ててくれよ。